こんにちは、マキオです。今日は我が家のバスルームからお届けしたいと思います。今日のトピックはマキオ買い、お風呂を日本っぽくするグッズ、イエーイ、でお送りしていきたいと思います。アメリカのお風呂、皆さんくつろげていますでしょうか？ちょっと日本とは使い勝手が違って使いづらい部分もありませんか？これを少しでも日本のお風呂に近づける方法を紹介していきたいと思います。まずは我が家にないものなんですけれども、こちらの商品を紹介させてください。アメリカのお家は浴槽がないお家もありまして、そういった場合に使う簡易的な浴槽になります。もしお家に浴槽がなかったら、これを買って浴槽代わりにしようと思ってましたが、我が家には浴槽がありましたので、うちでは購入していません。そしてもう一つ、これも我が家にないものなんですけれども、アメリカのお家は基本的にこのシャワーヘッドが固定してありまして、向きは変えられるんですけれども取り外しはできません。しかしこれを日本みたいに取り外しができるシャワーに変えることができます。でそれについてはもちろん Amazon でも売ってますし、あと結構本当に日用品店のロスとかそういうところで安く手に入ることができます。本当は私としても変えたいんですけれども、我が家の場合変えてしまうと夫が何かの隙にシャワーをパッて離しちゃって、でこのホースがファーってなってしまうのが容易に想像がつくので、うちはやっていませんね。ここからは我が家で買った品物を紹介していきたいと思います。じゃーん。アメリカの浴槽はお湯がここまで溜まってくるとお湯が全部ここから逃げてっちゃうんですね。肩まで浸かるっていうことができなくって、ここでお湯が溜まっちゃいます。でそれを防ぐために買ったのがこちらですね。吸盤でピタッとつくようになっていまして、これはお値段がとても安く5ドルでした。これをピタッとくっつけることでお湯が逃げていかなくて、ここまでちゃんと上まで水を溜めることができるっていうものになっています。日本人的にはやっぱ肩までお風呂に入りたいですよね。それが実現することができます。アメリカの浴槽はやっぱ日本と違うところで、結構ここから水が閉めてても漏れていってしまったりするんですね。でそういう時にペタッと吸着させることで水が逃げていかない、そんなものになっています。お風呂の中で iPhone、iPad、Kindle などを使う方も多いかと思います。私もそのうちの一人なんですけれども、最近の iPhone なんかは防水機能と謳っているので、まあ、水に少しぐらいつけたところで壊れたりはしないようにはなってるんですけれども、ただ聞くところによると、まあ、何回も何回もやっぱりやってしまったり、あの湿度の高いところでの使用頻度が高いと壊れやすいっていうことも言われています。なので私は一応こういったケースを利用してシャワーする前に全部入れておいて、でシャワー終わったらこれで、くつろぎながら本を読んだり SNS したり YouTube 見たりとか、そういうことに利用しています。これが私のお気に入りアイテムなんですけれども、浴槽で使えるクッションになっています。日本だとしっかりとこう寝っ転がった時のサイズに合っているんですけれども、アメリカでは全然こう寝っ転がる想定になっていないので、私はいつもこんな感じでちょっと枕を上につけて、この吸盤もとても強いので簡単には外れません。狭い浴槽ではありますが、こんな感じでくつろいでいます。今ちょっとまあ水がないので苦しそうに見えるかもしれないですけど、浮力があるとプカプカと浮いてとても気持ちよく、この頭の部分も痛くないので快適に過ごすことができます。簡単に水が切れる仕組みになっているので乾燥も大丈夫ですし、あの洗濯機も使うことができます。最後にお送りするのがこちら、浴槽で使えるテーブルです。こんな感じでここのサイズは浴槽に合わせられます。でこうするとここに本とかも立てられるし、まあ私は iPad とかを立てますけど、で物を置けるし、ワイングラスですね、挟むこともできます。そうすれば簡単に倒れないっていう、まあ私は飲まないんで使わないんですけれども、こんな感じで、はい、くつろぎながら映画を見たり Kindle 本読んだり、そんな感じで過ごしています。お風呂を日本っぽくするグッズの紹介でした。
基本的には Amazon で手に入ります。私の YouTube の概要欄にそのリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。皆さんが知っているグッズで、こういうグッズもあるよとか、もっと便利になるよっていうものがありましたら、ぜひコメント欄などで教えてください。Excuse me Dallas ではアメリカダラス生活に関する情報を発信しています。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方はこちら、チャンネル登録もお願いします。お風呂グッズいいね、やってみたいと思う方は高評価いいねボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここまでちゃんと上まで水を溜めることができるっていうものになっています。これを使うことによって、まあ日本人的にはやっぱ肩までお風呂に入りたいですよね。